はい、こんにちは。この顔に覚えのある方も多いんではなかろうかと思います。今日はですね、マネーの虎、そういえばあの人、今どうしてる？のコーナーですけども、うどんの国から来た男ということでね、この方は外せないなと思います。私もすごい長い間気になっていたんですけどもね。で、この方はね、うどん屋を出したいんで、ちょっと2000万円出資してくれみたいな感じでスタートしたんですけども、その出資希望額が2000万。ね、武道館でデビューコンサートをしたいっていうふうにね、言われていたミュージシャンの方も1880万とね、控えめだったんですけども、なんとうどん屋を出すのに2000万ね。その内訳はなんか、その家も買ってくれってことだったんですよね。つまり自宅兼店舗ということで、自分の住まいまでね、出資させようとしたってことなんですよ。まあそこを突っ込まれて虎の皆さんには叱られたわけなんですけども、でもね、この挑戦者の方にね、ちょっと言ってほしかったのは、いやいや、私はもうね、24時間働く気持ちがあるんだと。腹をくくってるんだと。だから朝起きたら、もう10秒後には自分のお店に行ける。だから自宅兼店舗、何が悪いんだっていうね、言ってほしかったですよね。だから、住まいとお店の間に通勤距離っていうのがあったら、やっぱりそれだけ仕事に対する労力っていうのはスポイルされるわけですから、まあ、言いくるめるとしたらこういうとこだったかなと思いますよね。でも実際、視聴者さんとかね、私も感じたんですけども、この人は出資させといて自分の家も一緒に手に入れるつもりだなと。せこいな。ね、なんか叩かれてしまえ。怒られてしまえ。みたいなね。そんな期待を持ってこの番組を見たんじゃないかなと思います。で、この出資希望者の方はね、挑戦者の方はね、なんかその経営計画書みたいなのを持ってくるわけですけども、まあ、随分叱られてました。で、高橋がなりさんなんてのは途中でね、退出してしまったりとか、あとは加藤さんね、美空ひばりの息子さんですけどもね、なんかこれじゃあね、泥棒になっちゃうよ、みたいなね。この悪意のない泥棒が一番たち悪いんだ、みたいなことを言っていたと思いますし、まあ、みんなからね、相当叩かれたわけですよ。しかし、意外なことに、このうどんの国から来た男、実はね、今、大成功してるんですよね。で、反面、虎の皆さんはいろいろ転落してるみたいで、いやー、だからね、わからないもんですよ、商売ってのは。じゃあですね、このうどん希望された挑戦者の方、あれからどうなってるのかを追っかけてみました。いやー、でも本当にすごいですよ、この方は。私もね、これを知ってね、いや、よく頑張ったなぁと思いました。それじゃあ、続けてご覧ください。マネーの虎で讃岐うどん店の出資を希望された方は、番組後、様々な道を歩んでいますということで、一人ではなかったらしいんですけども、おそらく今回の方っていうのは、伝説のうどん屋さんとして紹介された梶原博氏ではないかなと思うんですよね。番組内で厳しい指摘を受けながらも、見事に資金調達に成功。いや、資金調達は成功しなかったんじゃないかな。で、手打ちうどん店、桜楽でいいんですかね。桜楽をオープンして行列のできる人気店となりました。その後、2号店を構え、さらなる発展を目指していますということで、おそらくですね、あの時は資金調達に失敗した。マネーの虎では、結局ノーマネーでフィニッシュしたんですけども、その悔しさをバネにですね、自力で資金調達をなんとか成功させて、で、お店を出して、でね、当時、マネーの虎の虎の皆さんがあれほど叱責したのとは全く逆で、自力でお店を成功させて2店舗目までにこぎつけたってことなんでしょうね。結構やりましたよね、この方はね。すごかったと思います。住所が東京都日野市高畑2-23ということです。営業開始が朝7時ということで、まあ早朝のね、このうどん屋ということで珍しいなと思いますね。駅のうどん屋さん以外でこうやって店舗を構えていて、7時オープンっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますね。で、その他、ちょっと写真見てみましょうか。これ、453枚も出てますね。はい、このようにしたら写真が見えるわけなんですけども、ご覧のように、このうどん、うわ、すごい美味しそうですよ。もう肉うどんですね。これがカレーうどんにささみのカツが入ってるような感じです。
エビ天、あ、おでん。で、店舗を見るとこういう感じで、まあ、高級店っていうことじゃないんでしょうけども、十分地域の人の、まあ、お腹を満たしてくれてるような、あ、これ美味しそう。あ、すごいですね。からしがしっかりかけてあって。俺のカレーうどんって誰のだよって感じですよね。二代目桜くんの俺のカレーうどん。へえ、ささみチーズのせ。なるほどね。おお、なんかお店のスタッフさんの顔は出てないみたいですけども。いや、十分あの悔しさをバネにお店やってますよ。おお、まあお客さんが調理に参加するって形は多分ないのかなとは思いますけども、でもね、試行錯誤の結果ここにこぎつけたってことなんでしょうね。結構いいお店っぽいですよこれ。ああ、あの人じゃないかな。ピーク。なんだこれは。いいじゃないですかこれ。いや、ほんとすごいですね。おめでとうございます。さらには店舗のホームページがありますね。いやー、なんかユーモラスなイラストと、あ、結構いいサイトの作りになってますよ、これ。へえ。コシのある麺、さっぱりの出汁、だし汁。ね。厳選した素材ね。あ、この人じゃないですか？おー、美味しそう。これはお店に行きたくなりますね。へえ。まあ、マネーの虎でどうこうってことは書いてないですね。通常こういう出店をされた人って、マネーの虎でこっぴどくやられても、いや、あれが私なんですとか言ってからね。なんか少しでもブランディングに役立てようとするもんですけども、メニュー。うどん一覧。おー。えー、お、すごい。1045円。結構攻めてるやつもありますね。あー、すごいすごい。水餃子。おでん。すごいじゃないですか。いや、あのね、高橋がなりさんに出て行かれちゃいましたけども、でも今こうやって見ると、マネの虎のね、あの、面々に来てもらいたいぐらいのお店ですよ、これ。まあ、銀行でね、貸すのも親切、貸さぬも親切って言葉がありますけども、マネの虎も、出資するのも親切、出資しないのも親切なのかもしれないですね。ここまでうまくいってたらすごいじゃないですか。ただいま JA の直売所で大ブレイク中。なんだこれは。ちょっとサイトの 更新のね、内容が可愛らしいなと思いますけどね。ああ、こうやってお問い合わせフォームもありますね。あなたがマネーの虎の、さぬきの国から来た男ですかとか書いてみたらどうですかね。いや、なんかこれ言うことないですよね、本当。本当おめでとうございます。ということでね、ノーマネーでフィニッシュで2000万円くださいというね、まあ言ったところも切り取られて、かなりね、これ印象に残った回だったと思うんですよ。まあでも視聴者さんって好きですからね、出資をくださいっていうふうに言ってきた人がコテンパンにやられてね、シュンとしてる姿を見るのがね、まあだから未だにこの回ってのは伝説になってるのかなと思いますし、でもこうやってね、結果的にこのうどん屋さんうまくいったら、なんだよあのマネーの虎の社長たちを情けねえなみたいなね。まあこういったのも視聴者さん好きですからね。なんか結局見てる人って自分の暮らしはそんなに変化してないのに このね、テレビに出ていた人がこっぴどくやられたりとか、その後社長たちが転落したっていうのがね、それ見たことかって好きなんですよ。まあお金を出してもらったからって言って成功するもんでもなくてね。だから、いろんな機会を捉えて、自分のチャンスというふうに思える人には、まあ、こういうふうに、勝利の女神が微笑むのかなと思います。確かね、堀之内社長が、最近の YouTube でも言ってるんですよ。このうどんの国の、ね、梶原さんでしたっけね。この方のことを思い出して、いや、あの人にね、みんながお金出さなかったから成功したんですよ、みたいなね。まあ、後から何とでも言えるよね。お金を出さなかった自分たちの名誉ですとか言ってるわけですからね。まあそういうふうに、あらゆる機会を自分の名誉というふうにね、こう言いくるめることも、
マネーの虎の虎の特徴だったのかなと思います。いやでもかなり面白い回だったかなと思ってね、私も今でも結構ね、このうどんの回好きなんですよね。なんかこう、何ですかこのお下劣な数字はとか言ってね、あんたその時の社長バカにしてますよみたいなね。 でもこのうどん屋さん本当行ってみたいですよね。本当おめでとうございます。素晴らしかったと思います。それじゃあ今回は以上です。お疲れ様でした。